はい、皆さんこんにちは。車の大師匠カカカシノピーです。今回は今さっきちょうどイエローハットに行ってきました。で、何か欲しいものないかなと思ってこう見てた時に衝動買いしたものがこちら、プレのタイヤルックス。まあ過去に1回、2回、まあコーティング剤も使ったことあるのか。で、まあ記憶に新しいのがこのルックスのエンジンルームというエンジンルーム内のツヤ出し剤、これすごい使いやすかったです。過去の動画まだ見てない方はぜひ見てください。で、そのまあルックスシリーズのタイヤの仕上げ剤ということで、まあ見た目もかっこよくてね、ちょっと買っちゃったんですけど、まあ金額が698円、ちょっとね高いなとも思いました。で、まあこれに似たような商品でいうと、こちらクリンビューのノータッチ UV、 これも昔からある、これはね398円で売られてたかな。だからまあざっくり700円と400円、まあこの差があります。で、内容量もちょっと違くて、480ml、420ml、まあ、若干なんだけど、僕はね、まあどうなんだろう、ちょっと高いなっていう感じはしたけど、このパッケージ見た時に、まあかっこいいなと、まあ700円出してもいいかなと思っちゃったんですよ。で、まあそれ以上に惹かれたのが、この上のラベル、今までにない満足感、新機能マイクロフィズアクション採用、マイクロフィズアクション、かっこいいと思って。買っちゃいました。で、このマイクロフィズアクションについて、まあ、裏に記載されているんですが、別名微小発泡作用、要はまあ小さい泡が発泡するってこと多分そんな感じだと思います。で、そのマイクロフィズアクションというこの小さい泡が汚れを分解し浮き上がらせ、きれいに洗浄しながらツヤ出し成分をタイヤ表面に均一に付着させ、つややかな光沢皮膜を形成します。で、タイヤ28本分っていうことは7台分、まあ、それ以外で言うとオゾン劣化防止 UV 吸収剤が含まれているみたいです。なので、まあオゾンや紫外線による劣化からも守りますという記載がありますね。まあ、気になってるのはマイクロフィズアクション、え、あるのかね、ちょっと待ってください、そこだけ調べます。マイクロフィズアクション、タイヤルックスしか出てこないから造語なのかな。まあいいや、とりあえず今から実際にこの2つを使って、まあ、違いがあるのかちょっと比較をしていきたいと思います。そしたら、まあもうちゃちゃっといっちゃいますよ。まあ左側にノータッチ UV、 右側にタイヤルックスを施工していきます。まあこのタイヤはとりあえず全く洗っていません。洗っていない状態でとりあえず施工してみて、で、後ろのタイヤがちょっと洗ってあるので、そこにもまた施工してみて、まあ違いがあるのかどうかを見ていきます。そしたらノータッチからいきます。はみ出ないようにちょっと、あ、下手くそ。これがねスプレータイプの難しさなんですよね。ホイールにかかっちゃう。あ、いい感じですね。そしたらタイヤルックスマイクロフィズアクション、おー細かい、確かに。あ、なんかちょっとすごいかも、近くで見てもらいたいな、これは。ノータッチの方ちょっとこうアップでいきますね。こういった感じで泡がボワッてこう発泡するんですよね。で、この泡がどんどんまあ落ち着いていくと。で、ルックスの方がまたちょっと違うんですよ。この辺に行きますか。泡はすぐなくなるんですが、わかるかな、このじわ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 って、なんだろう、炭酸っぽい感じっていうのかな、この辺がちょっと違いますね。で、こっちはもう泡なくなってます。ノータッチの方はまだ若干泡が残っています。まあ、どっちの方がいいのかちょっとよく分かりませんが、この違いがありました。そしたらまあこのタイヤは終わり。続いて、まあ、ざっくりタイヤクリーナーでタイヤを洗った方ですね。まあ、さっきより汚れはマシになっています。どうも、まあ、半分ちょっとマスキングさせてもらって、さっきと同じような感じで施工していきます。ちょっとアップ気味にしてお見せします。ちょっとホイールについちゃうんだけども、この感じね僕結構嫌いじゃないんですよ、楽だし。スプレーで一発。続いてルックス、もう炭酸みたいな感じなんですよ、シュワッと。これがマイクロフィズなんですよね、おそらく。
なるほどなるほど、なんかちょっと違いあったぞ。このマイクロフィズの方、ルックスの方はこのようにポタポタ液がね結構垂れます、うん、結構ねシャバシャバ、まあ、こっちもポタポタ垂れてはいるんだけど、塗った瞬間からもうビシャ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 って垂れていました。まあノータッチも垂れてるからな、そんな言うほど問題ではないのかもしれないけど、一応ご報告。まあとりあえずちょっと乾かないと何とも言えないので、乾いてからもう一度ちょっとツヤの違いとかを見ていこうと思います。はい、そしたら翌日です。まあ左側にノータッチ、右側にタイヤルックスを施工してみました。で、このタイヤは汚れを落とさずにそのまま吹きかけたタイヤです。どうでしょう、やっぱちょっとね茶色い汚れが残っています。まあ両方とも残っているんだけども、僕が見た感じで言うと、まあノータッチの方がまだ綺麗かなと。タイヤルックスの方はまあこの辺も結構汚れています。でノータッチの方もまあこの辺ちょっと汚れてるんだけども、まあどっちの方が汚れが目立っていないかっていうと、ノータッチの方が目立っていないかなといった感じですね。どうでしょう、ちょっとマスキングテープ剥がしてみます。ちょっと横からかかっちゃったのがあるので分かりづらいんですが、まあ、ここはもう白っぽい、最初はこんな感じだった。なので、まあ、あの白っぽい感じはなくなったかな、両方ともけど、まあまあ違いが出てる。ツヤ感でいうとノータッチの方がまだ黒っぽい感じがする。まあツヤっていう感じでもないんだけども、まあ、こっちの方がまだちょっとなんか乾いた感じっていうのかな、このタイヤルックスの方が、まあ、そんな感じがします。そしたらまあ洗った後に施工したタイヤを見てみます。こちらですね、ちょっとマスキングテープを剥がして、まあやっぱツヤは違いますね、黒っぽくなっている。でこれはどうだろう、そんな大差ないかな、うーん難しいな。まあルックスの方が綺麗に施工できてるような感じはする。まあこれはまあ吹きかける量でもまたね、ちょっとここは薄かったのか、まあ難しい難しい、まあそんな大きな差はないかなといった感じはします。でこれって撥水するのかどうなんだろう、ちょっと水かけてみます。うん、分かんないね、分かりません。もう弾いてる感じはするけど、どっちの方がっていうあれはないですよね。まあこんな感じかな、やっぱり洗わないで施工した方の方が違いは出てるような気がします。ここはちょうど未施工、この白い部分が、でこっち側がルックス、こっち側がノータッチ、まあ、この辺とかこれもまあ引っ掛ける量なのかな、誤差なのか、だとしたらそんな大きな差はないかなといった感じです。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はクレのタイヤルックス、これを使ってまあノータッチと比較をしてみました。で使ってみた感じ、まあ劇的な違いはないかなといった感じですね。なんだろうな、難しいですね本当に。タイヤの汚れを落とさずに施工した時は、まあ、僕的にはまあノータッチの方がいいのかなといった感じで、まあ、汚れを落とした後はクレ、まあ、微妙、まあ、そんな大きな差はないので、どうだろうな、まあ、金額で選んじゃっていいと思います。398円と698円、ノータッチで十分なんじゃないかな。あと、まあ、C っていうなら、まあ、見た目がちょっとかっこいいと、まあ、そんなところいらないよっていう人も多いと思うので、金額で選んじゃっていいと思います。で、まあ、耐久性はちょっとまだわからないんだけども、まあ、現状、まあ、使ってみてもそんな大きな差はないかなと。まあ、泡の感じが違う、タイヤルックスの方はちょっとあの炭酸っぽい感じで、ノータッチの方は本当泡、まあ、その差ぐらいですね。ちょっとこれはね、うん、難しいです。どっちがいいかって、まあ、選べないってなるとやっぱ金額になっちゃうのかなと僕は思います。はい、といった感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。